西洋文化は先生の作品の中でどのように影響していらっしゃいますか。また同じく東洋文化はいかがでしょうか。私が日常を考える上では、西洋文化の抽象化をする能力というのが非常に重要なポイントになっています。抽象化とはつまり建築においてジオメトリー、幾何学性を非常に重要視するということですね。そうして建築に再現性を実現する、獲得するということが重要なポイント。それから東洋を考えると建築に表情を与える、東洋文化にはさまざまに変化をする情緒性というのが強いと思います。これら2つがミックスされることが今の現代のグローバルな社会においての建築のポジションではないかと。そういう意味で抽象化ということと情緒性というこの2つが私の作品の重要なポイントになっている2つの要素です。先生の形の使い方がテクノロジーや技術そのものの価値を反映しているように思いましたけれども、それは60年代の有機的建築に対する提示でもあるのでしょうか。遠藤さんの作品や基準にする点はどんなことでしょうか。日常私が考える上で60年代に提案をされたメタボリズムというのはそんなに大きなウェイトを持っているわけではありません。メタボリズムが考えた可変性というのは非常に均質なエレメントの増殖によって可変性を持つと、そういったもので提案をされていたので、基本的に私が考えているのは多様な変化、不連続な変化というものを考えて、その上では違う基準に立っているというふうに考えます。また建築において技術というのは実現することが非常に重要なポイントなので、常に時代の技術ということが考えられなければならないというふうに思います。先生のパラモダンの建築というのは何を意味するのでしょうか。そしてそれはモダニズムの限界をどのように超えていくのでしょうか。パラモダンとは、もう一つのモダニズム、つまりモダニズムが持っていたさまざまな可能性が今は少し忘れ去られてしまった、あるいは否定されてしまった部分があるので、モダニズムの可能性をもう少し広げてみる、あるいは過去に忘れられたものを拾い集めてみる、そういった意味で新たなモダニズムということではなくて、もう一つのモダニズムと、そういう意味でパラモダンという言葉を考えています。でその私が考えるパラモダンが何を可能にするか、それは今後の時代の変化を見てみないとわからないんですが、私が提案するのは多様に変化のある建築や多様性、そして表情のある都市、それが魅力ある環境を我々に与えてくれるのではないかと、その手がかりにしたいというふうに考えています。建築の古典的類型学の終着駅から新たな発明によってまた一歩革新したとの思いがあるんですけれども、例えばルーフテクチャーに見られますように独立した連続しない要素で構成される古典的タイポロジーはどの程度また現代建築に影響し続けるのでしょうか。そしてこのしがらみからどのようにして逃れることができたのでしょうか。現代我々が考えるべきことはもうすでに形のことではなくて関係性を考える時代に来ていると思います。そういう意味で私が提案するパラモダンというのは形のデザインするコンセプトではなくて関係性をデザインするコンセプトだというふうに考えています。その関係性はいわゆる空間の関係性、私が捉えている関係性として重要な点は空間と空間が連続すること、それは内外が連続する、あるいは構造的にも要素として分離されるのではなくて連続する構造性、そういった連続性というものが私の提案する一番重要なポイントです。
素材と作品との関係について説明していただきたいのですけれども、新しい素材、特にプラスチックやチタンなどについてはどう思われますでしょうか。今の質問は素材と私のコンセプトに関するものだというふうに理解をすると、プラスチックやチタンというのがそう大きな問題では私にとってはないというふうに言えるんです。というのはガラスやそしてステンレス、スチールとそう大きく変わるものではないので、むしろ素材ということを考えると、新たに注目する部分は接着剤や塗装材、そういったものが我々の建築あるいは空間を考える上で大きな可能性を広げてくれるのではないかというふうに考えています。作品に関してあともう少しお話、連続性に関してもう少しお話いただけますでしょうか。連続性の話をすると、つまり空間の連続性や構造の連続性ということがありますが、それについて私は2つのアプローチをしています。1つはコルゲートシートという材料を使って構造的に連続する形式を実現し、そのことで空間の連続性、内外の連続性、マテリアルとしての連続性というのを実現しています。もう一つはバブルテクチャーというアイデアで、和の持っている構造的安定能力、これを利用しながら空間の連続性というものを、そして構造的連続性というのを実現をしています。具体的にはスクリーミングテクチャービワという作品、それからスクリーミングテクチャーハリバー、バブルテクチャーはバブルテクチャーマイバラという幼稚園、そしてアイデアとしてはシンガポールの高層のコンペティションに提案をしたシンガポールのバブルテクチャーのアイデア、これらが実際に提案をしたアイデアです。どうもありがとうございました。はい。